はい、どうも柴田です。どうも三浦です。わけ静寂です。メルマガ動画第1弾ということで、はいはい。何をするかというと、新商品、新商品に限らず、はい、うちで販売している商品を、今後動画でも紹介していこうということで、そうですね、試みの、はい、第1回目なので、はい、グダ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 やっていこうとは思いますが、はい、ね、そんな感じなんで ね、はい。左によくわかんない衣装の人がいますけど、そこはお許しください。これもよくわかんないですけど分かりやすいでしょ。あ、そうですけど、日本人らしいというか鬼です。鬼です。鬼ってもともと中国のものだって知ってました？急に真面目な話をしてちょっとやめましょうか。じゃあまずというか、今週の新入荷ということで、はい、ですね、ちょこっとさんの、当店では猫のお尻トートバッグで大人気のちょこっとさんの新商品ですね。猫っていうわざかなのかというとこなんですけども、ええ、非常に当店猫好きな方がよく買ってくださいまして、そうですね、ありがとうございます、はい。犬好きの私としてはよくわからないところなんですけども人気なんですね、非常に。ね、ちなみにこれは108匹の猫が、猫の尻が描かれているという、もう尻とかさらによくわからないんですけどもう猫好きにしかわからないアイテムになってます。まだ在庫あるんでよろしければと思います、はい。で、今回は、そのちょこっとさんに、買い仕入れを頼みまして、こちらです。今回作ってもらったんですけど、とても素敵な仕上がりになってますね。今週新しく入荷したのはこの買い仕入れ、はい、買い仕入れですね。当店の買い仕入れがあまりないということで、ちょっとちょこっとさんに作っていただきました。そうなんですよね、昔はたくさんあったと思うんですけどね。そうですね、中川の買い仕入れがあったんですけど、ちょっと少なくなったということで、メーカーが作らなくなってしまったと。なので、ちょこっとさんに頼んで作ってもらいました。表の生地は刺し子になっています。立体的で、ここは刺し子ですね、はい、見えるでしょうか。で、柄はチェックね。洋風かなと思って、洋風かなって感じですけど、刺し子が入ることで、全然和装でも全然使えるアイテムになってますね、はい、はい。タグも意外と可愛いですよね、ちょこっとさん。じゃあちょこっとペロッとはい、まさかの開始ですびっくりした、お前、はい、びっくりした。今顔映ってないんでちょっと言いやすかったんですけど、びっくりした、はい、どうしよう、入ってこねえよ、次がはい、続けてください、はい。芋の浴衣に合わせやすい形になってます。内側開けてもらうと、このタイ、開始例のタイトル通り、葵と猫っていうタイトルなんですけど、シルクスクリーン印刷された生地を内側に使っています、はい。タイトルで葵と猫っていうタイトルなんですけど、猫がどこにいるんでしょうかね。どこにいるんでしょうかね、猫が。どこでしょうね。あ、ここにいるんですけどね猫ちゃん、はい、いや、ここにいます。見えるかな、隠れ猫ですね。隠れミッキーみたいですね。はは、ミッキーの真似って言われたら分かんないいや、みんな分かるでしょ、今の分かんないですね、誰も世界共通ですなかなかその真似する人いないですからね、はい、僕ミッキーだよじゃないですねこれは見えてるんでしょうかね、これはね、はい、ここにいます。ミッキーの話終わりなんですね、はい、終わりです、さらっと流しました、はい、もうちょっとしたかったの、ミッキーの話、はい、ここにもいますね、猫ちゃん、はい。ちなみに、最初から返しが10枚入ってます。無地の返しですね、サイズ的には2丁ぐらい入るサイズ、無理して1丁でも構わないと思います。で、新しい返しはここで
使い終わった返しはここに入れてっていう使い方ができる2つポケットのタイプになってます。はい、表の部分にちょっと可愛らしい、今までの返し入れでちょっとないんですけど、こうモチーフを付け出していただきました。可愛いですね、この葉っぱのモチーフもですね。はい、こんなにちょっといい感じで出来上がったんですが、今までの中川の返し入れよりまあお安くなってますので。なるほど、はいはい、ぜひ着物を着る方だけでなく、うん、そうですね、お使いいただければ。はい、三浦さんこれ何に使います？返し入れ以外だと何に使います？通帳とかちょうどいいですかね。あ、そうだね、通帳とかちょうどいいですね。はい、ね、通帳ケースにでもお使いいただけると思います。はい、財布は厳しいかな。そうですね、小銭が出ちゃいますから ね、こぼれちゃいますね。そうですね、はい、なんで財布の下りを入れたのか分からないですけど、はい、却下だそうです。はい、こぼれちゃいますね。はい、何か言い残したことありますか？あの今週多分出ないと思うんですけども、コトラボさんっていうあの京都の、スキンケア用品のメーカーさんありまして、新商品出ましたので、いつか近いうちに、発売できると思いますので、はい、こちらもよろしくお願いします。告知でした。はい、ということでおしまい。さようなら。